はい、おはようございます。 OL です。今日はね、早起きして頑張った。今日はどこに行くかっていうと、なんと栃木県の宇都宮市に行ってきます。ちょっと用があるんでね。はい、ということでちょっと遠いんでね、高速を初めて使います。いつもより気を引き締めて頑張りたいと思います。では行ってみよう。からでしょうか、都内はこんな感じですごく人が少ないです。平和だね。そろそろかな。あそこだ、発見。こっからですね。私は ETC を持ってないので一般で入ります。こんにちは。ジェットコースターかよ。急勾配にも程があるでしょ。楽しい。腕まくりとかしてる場合じゃないけどな、ここは。知らないように気をつけます。車だとなんか感じることのなかった空気、トンネルの暑さを感じています。長いな。そしておや、渋滞違うか。左手が死んでしまうわ。つら。いやいや、これは3連休の影響だね。大丈夫かな。ヤンキーだ。はーい、どうもありがとうございます。もう私ああいうタイプのおじいちゃんがすごい好きなんだ。自分のおじいちゃんに似ているから飲み物か。また渋滞の中を行くことになるのか。絶望。無理だね。うわ、事故ってる。あ、事故ってない。あ、事故だった。怖いです。わー、大変。事故だよね。こんな立て続けに発煙筒が置いてあった。あ、だから混んでたのね。
かったな。まあ、まだこっからちょっと走るんですけど、40キロがめちゃくちゃ遅く感じる高速あるあるですね。一般だから、よいしょ。どうもありがとうございました。はあ、よいしょ。お、なんかすごい田舎に着いたよ。田舎者なんでこういう景色はね、まるで郷土に帰ってきたかのようですよ。暑っ。あー、頑張った。 SR ちゃんも頑張った。わー、綺麗。待って、超綺麗くない？やば、ここを走れるのか。イチョウだ。あー、すごーい。めっちゃイチョウの香りがする。わー、綺麗だった。なんか夏休みのような穏やかさだ。もういるかな。11時の約束で今11時何分分からんけど、ここかな。バイクは止まってないな。気配ないな。暑っ。やっぱりね、違う場所で待ってるって言われちゃった。ハロー。いやー、お疲れ。ね、なかった。あ、そうだね。暑いよね、今日びっくりしちゃった。でもね、高速の方は乗っててすごい気持ちよかったよ。また移動することになったわ。早くしてもらえますか。静かだね。着きました。弟ともね、会えました。初めての高速は楽しかったです。はあ、疲れた。あ、そうだ、宇都宮だから餃子を食べたいんだよね。ちょっと休憩しつつ。あ、そうだね、ひげ生えてるけどはい、ということで、はい、頑張って。とりあえず栃木に到着して弟とも会えました。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。